キリアン・サン・ミ・エムバペ・ロタンは、フランス・セーヌ・サンド・ニ・ケン、ボンディ出身のサッカー選手。フランス代表、リーグ・アン・パリ・サン・ジェルマン・ FC 所属。ポジションはフォワード。日本語メディアにおけるキーリーン、エムバペの表記は様々見られる。名のキーリーンは、キリアンと日本語表記されることがほとんどである。その一方でセーヌ、ーのエムバペの日本語表記は、統一されていない。 それはまず、当人の祖先の出身地のカメルーンの言語の発音と、当人の出生地のフランス語の発音との対立があるという。結果、エムバペ、ムバペ、ムバペ、エムバペ、ムバペなど、多様なカタカナ表記がある。本人は、ムバペ、エムバペ、エムバペの中では、エムバペが最も近いとしている。1998年12月20日に、 カメルーンのドゥアラ出身の父ウィルフリートとアルジェリア系、フランス人の母で、ハンドボールの選手のファイザラマールの間に、パリ19区で誕生。少年時代にかつて、ティエリ・アンリア、ニコラ・アネルカなどを輩出したフランス一の育成の、名門、クレール・フォンテーの国立研究所に入学。その頃から、才能は知れ渡っており、2012年には、レアル・マドリードがエムバペを練習に招待している。 2013年からモナコのユースチームに所属し、2015年12月2日のカーン戦にてファビオ・コエントラントの交代途中出場でプロデビューを果たした。2016年2月20日、トロワ戦にて17歳と26日でプロ初得点を記録した。ディアン・アンリの記録を抜いてモナコでの最年少得点記録となった。2016から17シーズン。 クープ・ドゥ・フランスのラウンド16スタッド・レンヌ戦では、モナコの選手として1997年のソニー・アンデルソン以来となる、ハットトリックを達成した。2017年2月11日、第25節のメス戦では、リーグ史上2人目の若さで、ハットトリックを達成した。3月15日、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスターシティ戦では、 ファーストレグに続いて、得点をしてベスト8進出に貢献した。3月19日、第30節のカーン戦では2得点を決めて4、連勝に貢献。4月12日のチャンピオンズリーグ準々決勝の、ボルシアドルトムント戦のアウェーでの、第1戦で先制打も含むにゴールを挙げた。これにより、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントにおける1試合複数得点の、 最年少記録を18歳と113日に更新した。ホームでの第2戦でも先制ゴールを挙げ、モナコの2003-04シーズン以来の準決勝、進出に貢献した。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のユベントス戦では、トータルスコア1から4でチームは敗退したものの、5月9日に行われたアウェーでの第2戦で、 ジャンルイジ・ブッフォンからチーム唯一となるゴールを挙げた。5月17日の第37節サンテティエンヌ戦では決勝点となる先制点を挙げ、モナコに17期ぶりとなるリーグタイトルをもたらした。2017年8月31日、パリ・サンジェルマンへ2018年6月30日までの買取オプション付きレンタルで遺跡で加入することが発表された。 オプションを行使することにより、2022年までの契約となる。年俸は2017から18シーズンは、モナコ時代と同じとなる。9月8日、遺跡補所戦となるメス戦で先発フル出場し、初ゴールを含む1ゴール1アシストで勝利に貢献した。10月29日、UEFA チャンピオンズリーグ第3節の RSC アンデルレフィト戦でも得点を決めて、 10代における CL 最多得点を更新した。12月6日、UEFA チャンピオンズリーグ第6節のバイエル・ミュンヘン戦で2点ビハインドで迎えた50分、エディンソン・カバーニのパスに反応し、ヘディングで CL 通算10ゴール目を挙げた。18歳11ヶ月での2桁到達は、史上最年少となった。2018から19シーズンから、 背番号を29番からルーカス・モーラの遺跡で秋番号となっていた7番に変更することが決定。8月19日、第2節ギャンガン戦で後半から今季初出場を果たすと2ゴールを決める活躍を見せた。10月7日のリオン戦ではわずか13分の間に4ゴールを奪う圧巻の活躍を見せチームを5から0の対象に導いた。11月3日、 第12節のリール戦でも得点を決め、45年ぶりとなる19歳でリーグ戦通算40得点を決める記録を達成した。2019年2月23日、第26節のニームオリンピック戦でも2得点を決め、わずか20歳と3ヶ月でリーグ通算50得点に到達した。2019年2019年9月、2年連続となる FIFA。 フィフプロワールドイレブンに選出された。また、2019から20シーズンは2年連続でリーグ得点王とフランスフットボール選出のフランス人最優秀選手をダブル受賞した。2020年7月24日、クープ・ドゥ・フランス決勝のサンティティエンヌ戦で負傷退場するもチームは1から0で優勝した。その後、8月12日の チャンピオンズリーグループ準々決勝のアタランタ戦で復帰。その後、8月23日の FC バイエル・ミュンヘンとの決勝に進出するも0から1で敗れた。2020年9月7日、フランス代表で活動中に新型コロナウイルスに感染し、リーグ戦最初の3試合を欠場した。12月5日、リーグ戦、第13節のモンペリエ戦で公式戦。 通算百0 0ゴールを達成、クラブでの5人目の選手となった。2021年2月16日、チャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグ、カンプノーでのバルセロナ戦では、ハットトリックを決めチームの1から4での勝利に貢献した。2017年フランス代表として、各年代でプレーし、2016年に UEFAU-19 欧州選手権に出場し、 五得点を記録し、チームを優勝に導いた。2017年3月26日、2018、W 杯、欧州予選のルクセンブルク戦で18歳と95日で代表デビューを果たした。2017年8月31日の W 杯予選オランダ戦で代表初得点を挙げた。2018年 2018FIFA ワールドカップのメンバーに選出。 6月11日、第2戦のペルー戦で得点を決め、同大会における最年少得点者となった。6月30日、決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦では2得点を上げる活躍で勝利に貢献した。決勝のクロアチア戦では4点目となるミドルシュートを決め、フランスの優勝に大きく貢献した。選手がワールドカップの決勝に出場したのは、 1958年大会のペレ、1982年大会のジュゼッペ・ベルゴミに、続き、史上3人目、決勝でゴールを決めたのは、ペレ以来2人目となる60年ぶりの出来事となった。2018FIFA ワールドカップ表彰式圧倒的な、スピードを誇りサッカー界随一との呼び声も高い。フランスのサッカー記者、ロビン・バイルナーによると、ムバッペは、最高速度で、 時速44.7キロを記録し、平均速度でも時速36キロに達していたという。同志は100メートルの世界記録を打ち立てた、サイのウサインボルトの平均速度、時速37.5キロよりもほんの少しだけ遅いと綴った。パリ・サンジェルマンでのチームメイトであるネーマールは、彼は知的で速いだけでなく、高いドリブル能力を持っていると述べている。また、 得点力にも非常に優れており、左右両足損色なく、力強く鋭いシュートを放つことが可能。戦術理解度も高く、相手 DF のほころびを瞬時に見つけることができる。大舞台にも強くメッシュキラーと評されたこともある。ストライカーとして、若くして、モナコでデビューし、戦術の通り、最年少得点記録を塗り替えたことなどから、ティエリアンリの再来と称されている。 エムバペ本人は幼い頃はジネディーヌ時ンに憧れており、時ンを真似てヘアスタイルを坊主頭にしようとするほどであった。その他、クリスティアーノ・ロナウドについてもプロになる前から憧れのプレイヤーであることを明かしており、サッカー界で最も印象に残っているゴールとしてロナウドが2017から18シーズンにユベントス FC 戦で記録したオーバーヘッドシュートを挙げている。 パリ・サンジェルマン遺跡後は、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズに似ているとして、チームメイトから、ドナテロのニックネームで呼ばれており、2017年12月17日のスタットレンヌ戦では、試合に乱入したタートルズに噴したファンに抱きつかれる一幕も、あった。同リーグ所属のエミリアーノ・サラを乗せた、飛行機の墜落事故の捜索活動へ2万7000ポンドを寄付した。 ありがとうございます。